吉田さん、久保哲郎の、まあ、秘密ってほどでもないんですけどもね、私何も秘密にしてませんからね、ただやっぱりコツと言いますかね、あのー、麻雀店の、まあ、オーナーという環境で打つ手がなかったわけですよ。ですんで、麻雀店のオーナー、麻雀店の店員で見えるところ、見えないところですね、見えてるところでもうどうしようもないんで、じゃあその範囲を超えたところに、他の世界に何かがあるんじゃないかなっていうところで、やっぱりね、 他のテクノロジーや今までになかったそういったマーケットに目を向けたときに、まあ、インターネット情報発信 YouTubeFacebookSNS みたいなマーケットは確かに麻雀とクロスマッチしてなかったなぁということは振り返りますねうんまあ当時そこまで考えてなかったんですけどもとにかくこのままの繰り返しだとこのままの繰り返しになるなと思ったんですよこれとんちが聞いた言葉ですけどねこのままでは ずっとこのままだってことなんですよだからどこかで食中毒を起こすかもしれないけども食べたことのないものを食べてみようという気持ちですよね。で今回ご相談いただいた方も自分の判断の中で考えてももう限界が来てるので他の人の判断他の人の頭脳を借りようと思って私に相談したんでしょうね。 もしくは自分とはね相反することをいつも考えている人に聞いた方が違う風向きから違う景色を見てくれるんじゃないかなという期待はありますよね。まあ、ですんで下手に気が合う人に相談すると自分が期待してた答えが出てきちゃうんでやっぱり根になるんですけども自分と気が合わない人とかね自分と判断がいつも違う人に相談をすると意外な効果が得れるんですよね。 よくこんな話もあるんですよまあお父さんやお母さんが一つのことで悩んでいたとでああでもないこうでもないっていう風にね夜な夜な話し合ってるところにたまにそういった話を聞いていたちっちゃい3歳とかね5歳ぐらいの純粋無垢な子供がね「パパママまだ寝ないの?」って「こうこうこうすればいいのに」とか言ってねなんか子供らしい意見を何の大人のしがらみもなく答えるとそれを聞いたお父さんお母さんが「 早く寝なさいんあそうかそういうことだったんだなあって感じで顔を見合わせて自分たちが今まで考えてたことのもう「の外からねね、うん、ヒントがが得れるみたたいなことがよくドラマでもありまし、ね、スクール・ウォーズ」っていうねドラマが昔ありましてあのゆかりっていう娘さんが出てくるんですよねあの滝沢先生の娘さんで。でパパやママが悩んで顔をしかめてる時に。 いつもゆかりちゃんが入り気味の抱っこしながらね、現れてきて、甲高い声でね、パパはこうすればいいんだとかね、ママもこう言ってあげればいいのにって言ったらね、そしたら問題解決するみたいなね、うん、よく出来上がったドラマみたいなのがあるもんです。まあですんで、神の声っていうのがもしあるとしたらね、それは何気ない言葉の裏に隠されてるんだろうなというとこじゃないかなと思うんですよ。それをね、子供の言うことだからもういいんだ。 っていう風にしちゃえば多分気づきはなかったのかもしれませんね。いつも心を開いて自分の娘のね純粋な声に耳を傾けたパパママの勝利だったんじゃないかなと思いますよねあ。ちなみにベトナム戦争ですけどもね、まあこれはね、なんで知らんのやとまでは言わないですけども確かに私たちが生まれた頃にベトナム戦争は終わっていて知らないのも無理はないんですよね。 で私の感覚だとベトナム戦争がアメリカの大敗で終わったよっていう風な後日談とともに育ちましたんで分からないことはないんですけども、まあ、それからね10年ぐらい経って吉谷さんは生まれてますんでね本当に戦争のない世界に生まれたと思うんですよ、うん、まあ意識できる戦争として言えば湾岸戦争ぐらいじゃないですか湾岸戦争は覚えてらっしゃるんじゃないですかね、うん、私が高校生の時だったんで 吉田さんんが小学生ぐらいの時だったんじゃないかなと思いますけどねどねねうでしょうか、ね、ンン戦争、うん、なんか戦争が起きて日本からも、まあ、後方支援を自衛隊にするとかねそれから協力金を2兆円ぐらいお金を払ったみたいなことがあってところがねこれ面白いことに面白くはないんですけども日本からは軍事支援2兆円をね支払ったんですけどもこれ結局その末端の 兵士軍隊ににに届いいたたは、800億円になってたらしいです。つまりは中抜きがかなり激しく何重にもあって2兆円が目減りして手数料で何とかかんとかでって感じで減っていって現場に届いたのは800億円っていうねまあぶどまりっていうんですけども一体ねどれだけの経費がかかるんだってことですよねお金を届けるのにこれだけの経費がかかるんですよねうんまあ送金手数料っていうのがね最近銀行でまた値上がりするんですか出てきたみたいですけども 例えば10万円送金するのに600円くらいの手数料かかりますよね。それがああいったね、世界マネーだと2兆円に対して1兆9200億円の送金手数料がかかるというね。なんだこりゃみたいな感じですね。世界経済は本当にやってらんないですね。じゃあこれから迫ってくる日本の中でもね、驚愕の 値上げいやですよ2022年とてつもなく値上げしますよ、ね、食品もね 10%20%30% お蕎麦の原料もロシアからの輸入が多いですそのほか鮭ね鮭もロシアから入ってます寒い地方で作られるものはもうほとんどロシアです小麦もロシアですカニもロシアですカニはもう早速値上がりしてます蕎麦も値上がりしております でその他家畜の原料もねあの飼育材もロシアから随分仕入れてましたからね液化天然ガスこれもロシアから仕入れて火力発電の原料にしましたねさあそうなると今回みたいな経済制裁でロシアとの取引は基本的にできなくなりますんでそうなると私たちはどこから何を仕入れるのかってことになりますまあもちろんね 同盟国を通じてヨーロッパ諸国オーストラリアっていう市場もあります南アメリカもあります、まあ、ですんでこれから貿易の世界地図っていうのは大きく書き換えられるんではないかなと思いますね、うん、そうなった時にまたチャンスが生まれます当然ロシアと取引をずっとしてきた業者さんは一気に冷え込むことになると思いますけども需要がなくなるわけではなくて需要が振りかるわけですからねこれ例えて言うとね 私の収入源が振り返ったようなもんですマージャン店からの収入源からインターネットへの収入源に振り替わったんでまさにねそこに副作用はあったかもしれませんけども今となっては大きな利益が眠っていたってことになりますよね、まあ、ですのでもしかしたらね世界経済ロシアに依存中国に依存から改めて仲良くできる同じ主義主張の資本主義経済の国同士でやっていったら 案外ね、そっちの方が一時的には苦しいかもしれないけどもだから持続可能な社会ができるんじゃないかなと思うんですよね、うん、で、そうなると、ロシアと中国ってのはこれから結構仲良くしていくグループになるのかもしれませんね中国っていうのは今ね、資本主義経済の方にアメリカを中心とした経済の方に旗を振るのかそれとも弱体化したロシアに旗を振るのか今、じっと見てるところじゃないですかね で私が考える脅威のシナリオは尖閣台湾に意識を向けていた中国がこの機に乗じて一気にロシアを買いに行くって感じですねロシアを併合する勢いでもしかしたらロシアへの軍事侵攻もあるかもしれませんねとにかく経済的に弱ったロシアから世界に物が売れなくなったロシアにね安値でいろんな資源とか食品を買い叩く中国 そしてそれを世界各国に利材をしっかりつけて転売する中国経済大国中国ここから一気にねラストスパートをかけてくるんじゃないかなと思うんですねそして恩を売ったロシアに対しては一部土地の支配権を要求していったりとかね勢力地図をどんどん変えていっていやもともとここ中国の土地だったんじゃないのっていう因縁をロシアにかけてふっかけていくようなこともありえるかもしれません。 ロシアの人口は日本とほぼ一緒です。そしてロシアは結構ね地理的に不利なところを抱えてますからね、うん、いやーだからね一つの国の動きが世界中を動かすそんな時代ですよね、うん、これから一体どうなっちゃうんでしょうかどうなっても稼がないけん。そして稼ぐなら圧倒的に稼がない件ということじゃないかなと思います稼ぐことが全ての突破口になる。 それはこれからもっともっと色濃くなってくるんではないでしょうかそれではいってらっしゃい